エアロスクラフトは、アメリカのワールドワイドエアロス社が開発中の400トン級、ハイブリッド飛行船である。2008年現在のプロトタイプは ML866 であり、フルスケールの旅客モデルの完成は2010年を目処にしており、販売価格は4000万ドルとなる見通しである。ML866 のハーフスケール試作機のドラゴンドリーム全長64メートル。 全幅36メートル、全高17メートル、内部スペース500平方メートルで数軒分の家屋が入るラウンジスペースを備える。最高速度は120ノット。2013年には水力変更、ライトバイワイヤー、高度維持装置の技術実証機として ML866 のハーフスケール試作機、ドラゴンドリームの飛行に成功した。 ワールドワイドやロス社公式サイトによれば旅客及び軍用貨物機用途で構想されている。内部空間を大きく持てるという ML866 の特徴を活かし、富裕層や企業向けのプライベートジェット機の代替用とビジネスセンターとしての利用などを視野に入れて実用化を進めている。貨物運搬用途での分野の技術応用に関しては、 国防高等研究計画局が計画し後に中止されたウォルラスフラを引き継ぐ目的で開発費用援助を行うことを決定、ドラゴンドリームの製作費用の一部を提供している。ありがとうございます。